これでね、とにかく 170% 以上いったら決算するってことですね。あと 1.7 倍、170円以上、あ、1700円以上いったら必ず決算するってことですね。あの最終的に行ってていいところだったらいいですけども、ね、あのこれをよく知っていただきたい。ここら辺だったらもういいですね。もうなってるからね。これ相当いったんじゃないかな。もう100、こんな来たね。こちら見てみますね。1600円っていうペイもありますからね。でたくさんバチバチ打ってるけれども10個以上打たないということですよね。私のは練習でやってるだけなんで、実際10個、まあ実際3個ぐらいがいいですね。このブロックとこのブロックとこのブロックでね、あまりにも違った時に3個ぐらいがいいですね。で、まあ10個ぐらいが打ちたいんですけどね。ただそれをいつも繰り返すってことですね。それで忘れないように 1.7 倍になったら決算しちゃうと。これがね、悪いところをね、で人間は全強肉食生物だから道具を使って、まあ、金とかね、こういういいインジケーターとか、ね、盗みに来るわけです。タダで使おうとするんですね。だからそこら辺をカバーするのが、ね、相当大変なんだけども、普通人間たちはそれできないから、シードとかねで やるかね、グループで助け合ってやるということですね。聞いてる人でね、違う風に勝手に聞く人がいるからね、そんなのが今人間たち今日に聞くことだから、もう全部そうやって生きてるって、話しても分かったなんて言ってたけど全然違うことで動く、勝手に動くというかね。でお前が話したことだなって言ってくるんだけど、全然話したことの内容じゃないんだよ。でね、話したり聞いたりすることできないから、特にね、大勢で聞かなければ。脳波、一人で聞いてもね、バックの仲間は脳波で、テレパシーで繋がってなければ、無能ですから、人間はね。テレパシーでカンニングして、義務教育卒業しかできません、人間の場合ね。それで、もうちょっと上がってきたんで、今どんぐらいかな、1700円ね、1700円ぐらいいったらもういいんだけどね。まあそれで人間をどうぞバカにして、その違うのに言っちゃいけないんで、実際のことより言わないといけないよね。バカにしたことになりますからね。と攻撃が、人間たちの攻撃が多くなる。福島原発は僕のね、君が要は言おうとないって言うと本物貴族なんだけど、エネルギーが偉いわけです。イギリス、エリザベス要が偉いんだけども、人間たちは自分たちで作ったものね、大統領でやってる。本物の王様とかね、私とかで言うのは、みんな本物は嫌うわけですね。
君たちで作った王様に作ってね、で自分たちで動かして王様を動かして仕事してるようにねやってしたいわけ、楽にね、そういうやり方でやってるわけです。でそれはともかくとして、とにかくお金稼ぐのは妨害が多いですから、で福島原発をね僕の攻撃でやってきたんです。抑えてやっとこうだったんだけども、福島県はめちゃめちゃになったんですね。だけど犠牲はもう構わないっていうのも作業者は多くてね、こんなのは事故起きるような地震で起きるようなことじゃないんだけど、スケビですね僕の攻撃ね。だからめちゃめちゃになったですね。マレーシア航空機の撃墜もそうですね。私戦争撃ってきてね、世界の人間が、それでね通報したんだけども、やっぱり警察は逆に悪いことで動くからね、いつもなんか仕事してるような感じでいたらお祭りで大きいそのチャンスに逆らって大泥棒するっていう、役所はもそう、だから犯罪が仕事ですね、犯罪する、マフィアよりかもっと怖い、ただ人間団体の動きで動くわけですから生活してね、人間団体がそうだっていうことですね。今日肉食生物だから泥棒してしか生きていけられないんです、人間の場合は。でね、なんかガーガー言ったり頭で反応してる人間っていうのは宇宙からの敵の生物の脳波聞いて話していくんだけど、本人自身は全然分かってない。それでこちらに反論してくるというか妨害してくるのね、めちゃめちゃ話なんだけど、そういうのばっかしですね。スパイで入ってきたりとかね、あちゃんと正しいような話で動いてきてくるの、チャンス見か払ってスパイでめちゃめちゃにしてきますから。で今度ねこれは今話してたからユーロ GDP の波形見てなかったんですけども、上がるか下がるか分かんないけど、まあ上がる状況今見たんですけども横ばいですね、横ばいいくんじゃないかって感じですね、やや下がるかもしれない、うん、人間ね話してもね、話したり聞いたり誰もできませんから、知能が低いから人間っていう生物はね、団体が頭を結集してこっちにね代表に誰か来てね、つなげない限りダメなんですよ、話できない。でこういう仕事なんか作ったのが私なんだけど、パソコンの発明者で全部ハイテクは全部僕が利用したもんだけど、僕のために利用したんですね、人間のためじゃないんだけど、ね、で投資もこういうのやって、人工知能をね人間が2倍以上頭の意味に少し知恵を貸して流してですね、流さないとその関係の仕事場ができないんですよ、道ができなくて、私だけやるわけにいかないからね、もうできないんです、誰か稼げるというような足を作っとかないと、投資とかね私が作ったものなんだけど、部門ができないんです、人間では作れないんです、知恵がないんです。だから仕事場を作って、私が仕事ができる仕事場を作るために人間の仕事場を作ってあげるわけです。これなんかバイネロプシもそうですね、 FX もそうだし株もそう、僕が作ったものなんですね。人間って非常に知恵低いんですよ、私は地球と太陽が生まれる前に宇宙戦争で殺されてね、
で、チキとタイを育てて作って復帰ですね。子供からね、生まれてね。で、とりあえず人間の体からということですね。成長していかないといけないということで。チキとタイは できる前の技術というのはもうめちゃめちゃ高いものだったんですね。SF映画でね、よりもっと発達してたんですけどね。ということで、用意したもので、本家とか貴族というのはもう私が作ったものですね。特別優遇性ですね。栄養はいいところに環境を作って生まれてくると私は成長しやすいと、じゃなくて生きていけないということで、ね、用意したものなんですね。USDJPY 上に軽あおかしいなの来たんですけどね、ちょっと間に合わないんでね。どこ行くか停止して、停止する通過ここ出るんですよ。だから立ち上げないといけないんですね、たまにね。立ち上げ直しで、これはもうねいいとこなんだけど、17だからもういいだろうね。で、まあ待ってても、もう勝ちだけど、17だからね。もう 1.7 倍だからね、ここで稼ごうと。いうわけですね。17だったらもういいんですよ、もう最後まで来なくても。ね、まあ、これでも勝てるかって言うと、こう落ちる、怖いこともあり得るけどね。ね。まあ平気だとは思うんだけど。そういうので、こういうふうに途中計算できるものをバイナリーだったら非常に使うといいですよね。